さあ、実はですね、はい、本来ちょっとこれをやろうかという企画があったんですけど、ちょっとあのいろんな事情がありまして、あの今日は急遽撮れないということになってしまったので、はいはい、あの実はこの辺のスタジオの隣に、はい、一回ねルームツアーでも行かせていただきましたけども、はい、あの作家のね、はい、堀内さんが、ちょっと今一人でスタンバイしてる状態 で、僕らはちょっとあの別でこちらの方に、はい、そうですよね、いてたんですけど、まあせっかくなんでちょっとその堀内さん残して帰ってみようか、うん、堀内さんいるのに帰ってみた、はい、ただでも、あの自然な流れでとかという準備は今できてないんですよ。あのなぜなら我々の荷物とか全部隣の部屋にあるんで、これを、うん、まあなんかしれーっと荷物取って外出て、本来であればもう荷物持って外出るときに、え、どこ行くんって絶対になるんです、はい、どこ行くんって言われた時点で終了なの で、はい、でね、なんかひょっとしたらお蔵入りになる可能性が高いです。人となりがね、わからない方からしたらあれなんですけど、はい、え、どこ行くんって言わへん可能性がある人なんですよこの機材を運ぶのはそんなに不自然なことではないはずやから、あれな、芸人の撮影の合間にマッチングアプリとは一緒でした。あ、いた、いたすごいな、何にも言えんよ。すごいよな、あんなでっかい機材をさここでお前だって使うためにセッティングしてたやつ今片付けてんでもうめっちゃ変なことが目の前に起こってんのに。あ、ありがとうございます。でも剥がした方がいいんやっけ。剥がした方がいいとか選べる。いや、そんなとこちゃうね。手前のでっかいカメラ片付けられてる今や。前からしんちゃんもいけそうな。すごいよな、あんなでっかいカメラの機材ジェイターさんが外持って行っても何にも言わない。めっちゃ楽しそうじゃん。目の前の作家が今リュック背負ってんのすごい、ね、やってない、リュックショット巻いてないけど、めっちゃ見せていただいや、すごいな。ちょっと行ってみよう。そのスケール荷物バッて取って、でも思いっきりリュックしょったまますれ違ったけど、何も言ってすごい、荷物全然なくなっていってない。だってこの時点で電話してきたりするの普通、誰か。お前知ってんの、エコー強行突破しないですよね普通に入ってきて、まだ先生、あのガッチリソファー座ってるわけ。
あ、持った。あ、ちらっと見た。え、どこ行くの？あ、言われた。なんて。どこ行くって。俺ちゃんがお墓にアウトや。あれ？無視して。無視して出ていった。聞こえた？聞こえた。ちっちゃい声で、え、どこ行くんって言って、そのまま無視して出てきましたね、あなた。出てきましたよね。すごいですよ。見てください。何にもなかったみたいな。どこ行くんって言って完全無視しましたね、あなた。振り返ったんですよ。あ、振り返った。振り返って見つめ合ってたじゃん。今日何も言わへんから、そのまま出てきちゃった。出てきた後、何にもなかったみたいに、携帯触った。すげえ、何しようか。もうさ、こんな回数出たり入ったり一人ずつしてる時点でなんか思ってるのかな。することあるかも。離れてる。だって明らかに片付けてる今。じゃあその荷物取って行ってるとかのレベルじゃなくて、もう片付けてる。荷物持った。ほら、もう全部持ったやん。ほら、なくなったで。今だってこれ、堀さんの荷物や。え、これ堀さんだった？うん、この手前のカバン堀さんのやつ。なんだろう？堀さんの荷物持ってて。確認したふりした。めっちゃ肩すいていってる。チラッと見てましたね。チラッと見ただけ。チラッと見て。え、つ何してんのって。いや、もうだってこの出入りの数でもおかしいけど。俺のや、俺のやって。もう撮影してるとこないやな、向こうで。俺のや。どこ持ってくれ。あ、こっち来そう、こっち来そう。え、こっち来そうや。ついてきそう。うん、こっち来そう。何してんの。こっちに来たよ。さん。みんなおらんなと思って。いや、みんな、おらんなっていう、決めるじゃないや。どう思ってんの？な、思わへんかった。思わんかった。思ってなかったよな。なんでこれ。なんで。いや、そのさ、スタッフさんに一回電話で確認するとかさ。そうそう。いや、じゃあ、あそこで撮るって言うから。いや、わかるけど、あんなとっかい。何これ、何ドッキリ、何これ。いや、だからちょっとあそこで取るって言ってたのに、荷物がどんどんなくなっていったらどうなるんやろって。何これ、ね、いや、さすがにもう一発目のディレクターさんがカメラ閉まって出ていくときに、まあ止められるやろうどうせって言ってて、もう実験的にね、うん、まあお蔵入りになるやろう。こんな運べるんやってなってた。僕これ取りに行った時に、もう堀さんの荷物しかない。この状況で。なんでこの間静かに座ってんじゃん。いや、もうちょい座っとけよ。なんでやねん。
チャンネル登録お願いします。お願いします。